中年オタッキーです。ニコン F のね、死者が上がってきたんで、作例を紹介するっていうふうに前回言いましたけど、ちょっと新たなネタが飛び込んできましたんで、はいまたカメラ買ったんですねというわけで今回はね、開封動画ということになります。それではスタートしてまいります。はい、それではね、早速開封してまいりますよ。またジャンクね、買ったんですけども、なんかね、私はね、動画をね、作成する目的が、フィルムカメラをね、の素晴らしさをみんなに伝えたいということで動画を始めたんですけど、なんかフィルムカメラの素晴らしさを伝えるよりは、ジャンクカメラの素晴らしさを伝える動画の方が多くなってますねまあ、どうでもいいんですけどね。はい、たくさんゴミがまた増える。軽いな。あ、本体はずっしり重いね。じゃあ本体から開けてまいりますか。うぎゃ。もうめんどくさいからビリビリ破きますよ。出てきた。出てまいりました。はい、これキャノン7ってやつですね。うん。お、いい音だ。でね、これ安かったんですよ。3000円で落札しました。露出系が動いてないってことなんですけど、私露出系はどうでもいいんでね。よいしょ。どの位置使わないんでめんどくさいんで。でね、ついでにね、これも買ったんですね。これロシアレンズですね。インダスター、50mmF3.5 ということで。お、あ、ほんのちょっと曇りあるけど、ほぼバリモンですねこれ。うん、ちょっと、はい、私 L マウントのねカメラ初体験になるんですけども、これつくのかな。ロシアレンズなんだけど、あ、つくみたいだね。うん、似合わねえ似合わねえと。ああ、動いてるな。ちょっと縦ずれがあるかな。ああ、縦ずれがあるね。縦ずれはね、後で修正するとして、よっ、これめんどくさいな。ああ、また老眼鏡忘れてしまった。とりあえず1秒から。うん、もうないじゃん。あ、すごいいけるね、これね。何分の1秒か見えてないけど。これで30分の1。よっ。60分の1。125分の1。いい感じだね。いい感じだね。うん。ああ、いい感じだね。で、高速シャッターは、この間ね、ニコン F のチェックの時に高速シャッターのチェックをするのを忘れて、後からね、2000が切れてないやとかいう話したんですけど、最高速にして、お、切れてる。1000分の1も大体これいい感じで切れておりますね。
シャッター幕のねシワ、これ多分少ない方ですね。キャノンのねそのこの金属幕のレンジファインダーは必ずシワがいるんですね。なんていうんですか、先膜にシワが寄らずに後膜にシワが寄るということで、先膜は巻き取られるからいいけど、後膜はね走ってきてブレーキがかかるんでシワが寄るっていう話ですね。でよブライトフレームを 50mm に合わせて、おーおーいいねいいね。ダメだ、数字は見えないな見えない距離計が合ってるかどうかは後で確認するとして、縦ずれはあるもののね、20像はしっかり見えております。ファインダーめっちゃ明るいな、うおー、まあ、レンジファインダーカメラってね、まあ、いろいろ普及機ですか、普及機はねたくさん使ってきてるんですけどね、さすがねこれね、当時の、フラッグシップですよね。一応キャノンのレンジファインダー機のフラッグシップ機ということで、ファインダーものすごくいいです、すごく明るいですね。うん、これは楽しみだ。ほんで、ついてるのはねロシアレンズなんですけども、インダスター、50だったかな、インダスターはね、工業製品っていう意味があるらしいんですけど、非常に安いです。これもね2900円で落札したものです。一緒の人がね出品してたんで送料がかからなかったんでね、なかなかお買い得でした。という6000円と送料7000円弱でねこのカメラ、撮れる状態で買えることになったわけですね。あ、これ昔のカメラらしくモルトはいらない構造かな。うん、遮光板がついてるからモルトは多分いらないね。このままテスト撮影に入れるっぽいね。またストラップが足りなくなるぞ。いやー、まあ、そんなわけでね今日はね、とうとうね、L マウントのカメラを仕入れました。キャノン7なんですけど、もっとねそのライカっぽいねやつも欲しかったんですよ。狙ってたのが 4SB 回、2L とか VT とかキャノンと、あとねレオタックスとかニッカとかね、あの辺のカメラもね狙ってる。 もちろんねライカは高くて買えないん でライカ高くて買えないんですけども、ニッカとかレオタックスとかね 4SB とか結構高いんですね。でなぜかね、このキャノン7だけが意外と安いんですよね。キャノン P も結構高いですよ。なんでだろうね、見た目がライカっぽくないから。でもライカ M っぽいよね、ちょっと M っぽいよねデザイン的にね。なぜかわからないけど、まあ人気がないということでもう人が欲しがらないものをね、買う人ですから、でまあチャンスがあればね、ライカのレンズもねそのうち L マウントなんでねつくんで、チャレンジしてみようと思います。感動品です。セレン露出系以外は感動品でした。そんなわけですね。はい、ちょっとね今日、出品者の方にね、到着のね連絡を入れなきゃいけないので急いで動画、撮ってますけど、この後はちょっと風景が変わるかもしれませんが、開封動画はここまでということで、この後は、視聴者様のね作品紹介のコーナーになってまいります。はい、大成功でした。はい、いつもの車内に戻ってまいりました。結局ねこのカメラそのまま問題なく使えるっぽいですね。モルトというものもありませんし、露出系もねなんか動かないっていう説明だったんだけどね、ちょっと引っかかりがあるけど動いてます。でブライトフレームもしっかり見えてますし、ファインダーも綺麗なんでね、ちょっとそのまま撮ろうと思って、もうフィルム入ってるんですけど、ね、
はい、それではね、今からは視聴者様の作品の、コーナーですね。トップバッターはね、ミッシェルさん。タイトルがね、位置は町の台所、ペンタックス MX、SMC ペンタックス M50、F2.0、コダックウルトラマックス400で撮られておりますね。ある意味地元の位置は人が多い大型ショッピングセンターより安全かもしれません。ということで写真なんですけども、コダックの色がね、しっかり出ておりますね。これ、なかなかね、面白い写真になってます。皆さんがね、一生懸命ね、品定めをしてる写真ですよね。これ、なんかちょっと日本的にはね、思えない、このテントのね、その曲がり具合とかがね、面白い写真になってますね。ほんで、ハイライトとシャドウがね、かなり光の差がありますけど、カラーネがですね、ラティチュードが広いんで綺麗に写ってますね。はい、ミッシェルさんありがとうございます。次がね、369モノクローマンさんの作品、組写真ですね、2枚、タイトルがね、春の終わり、夏の匂いということで、カメラがニコン F3、レンズ 85mm F2、フィルムがね、富士クロームのフロビアで、E6 自家現像ということですね。自家現像できるのは羨ましいですね。1枚目の方はちょっと薄曇りの中な、若干色温度が下がってる感じ。2枚目の方はね、素晴らしい色が出てますね、これ。窓から入ってきた光で撮られておるような感じですけど、こういう写真素晴らしく好きですね。これ普通の下駄じゃなくて飾り下駄かなんかですね。いい赤が出てますね。はい、369モノクローマンさんありがとうございます。次がキリタンポさんの作品2枚、1枚目が駅のパン屋さん、リコオートハーフ SE、リコオートハーフ SE、コダックウルトラマックス400、2枚目が輝く桜、ペンタックス Z5P、XR リケノン 50mmF1.7、富士スペリアヴィーナス800ということですね。特にこの1枚目のね、作品ね、素晴らしい、なんて言うんですか、グーチョキパン店を思い出すようなちょっと風情ですけど、お客さんがね、そんなにたくさんいないところでね、撮られているんで、なかなかね、僕もこのパン屋さんの写真撮ろうと思うんですけど、お客さんがいたりしてね、なかなか撮れないんですけど、店員さんこれうまくボケて顔が見えないようになってますね。はい、キリタンポさん、ありがとうございます。次がね、久々の投稿ということで、フリーマンさんの投稿。タイトルがね、鎮守の森。カメラがソニーアルファ6000。オートロックオール PF58mmF1.4 の、レンズで撮られておりますけども、縦構図でまず風景を撮られているということでね、でレンズがね、レンズの、ミノルタの、ね、色がよく出てます。でこれ被写体をねしっかり確定して縦構図で、風景を撮ってる、なかなかいい写真になってますね。こういう写真素晴らしいと思います。構図もいいですね。その手前のね、これ麦畑かな、麦畑をね広く撮って、被写体をねちょっと若干上目に、置いた構図もいい構図だと思います。やっぱねフリーマンさんやりますね。ありがとうございます。フリーマンさんありがとうございます。次がね、トッシーさんの作品、タイトルが静寂、カメラがニコン F4S、 レンズニューニッコール 35mmF2.8、フィルムがね富士業務用100、スキャナー、オプティックフィルム8100ということですね。これ、レンズのせいなのかスキャナーのせいなのか、ちょっと淡白な色にはなってますけど、やはりシャープな写りですね。拡大するとちょっとエモくなるかな。構図がねこれね、ドッグアイレベルで撮られてるような感じかな。ちょっと低めの構図で撮られてると思います。いい感じで縦構図でね、これも縦構図の風景になりますけど、いい写真になっております。はい、トッシーさんね、投稿ありがとうございます。今日のね作品投稿はここまでなんですけど、ちょっと待機者が4名ほどおられるんですけど、次回の動画もね早めに作っていきますんでね、ちょっと待ってください。はい、次はね俺のカメラの紹介、俺のカメラのコーナーです。
はい、俺のカメラのコーナー、トップバッタークスンクスンさんへの俺のカメラ、ローライ A26、126カートリッジフィルム、これむちゃくちゃマニアックなカメラですし、撮影の小道具に使ってるね、レコード、これシングルレコードですね。これもまたマニアックですね。これアグネスちゃんの草原の輝きってやつですね。私の好きな草原ってやつですよね。これは古い。いつぐらいだろう、これ僕は小学生ぐらいの頃のレコードですけど、綺麗に撮ってありますね。クスンクスンさんね、結構骨董品コレクターの匂いがプンプンしますけど、そうでしょ多分。カメラもね、これすごいカメラですね。126フィルムって110じゃないんで、ちょっと変わったサイズのやつになります。一瞬だけ出たポケットカメラですよね、確かね。あんまり流行らなかったやつですけど、ローライ作ってたんですね。これフィルム入れて撮影できるのかな、ちょっと興味がありますが、はい、クスンクスさんありがとうございます。次がね、池さんの、俺のカメラ、俺のカメラ投稿です。キャノン F1 後期、何度も書いてますが若い頃の憧れです。やっちまったで紹介しましたが、1台目は自業自得の無残な結果でしたが、2台目は大事にしようと思います。ボロでも一期一会ですね。手前のタンポポに合わせてカメラをぼかしました。よろしくお願いします。これね、これなかなか印象的な写真になってますね。というわけで、次回からタイトル画面、この池さんの、キャノン F1 後期、これをタイトル画面にいたします。はい、こういう写真大好きです。そんな感じで、今日はね、やったやっちまったのコーナーはお休みになりますが、ちょっと、カメラ買いすぎてね、嫁にね、とうとう怒られました。もういい加減にしろ、みたいな感じで、ちょっと、ヤフオクもね、ちょっと抑え気味に行こうと思う。今ね、ちょっと安くなってますね、明らかにね。以前ね、高値になってた、ヤシカエレクトロ3号とかもね、バカ安になってるし、このね、キャノン7もね、ロシケまで動いてて3000円で買えましたから、キャノン7ね、今めちゃめちゃ下がってますね。狙い目だと思います。で、なんでこんなに下がってるのかって言ったら、やっぱみんなお金に困って売ってる人がもしかしたら多いのかもしれないですね。このコロナ不況でね。そんなわけでね、今お金がある人は結構ヤフオクとか狙い目だと思いますんでね。探してみたら結構掘り出し物に当たるかもしれません。値段がつくやつはしっかりついてますけどね。はい。こんな感じですね。で、次回こそはね、この、よっ。よいしょ。ニコン F2 でね、撮った、作例を紹介していきます。シャッタースピード調整前の作例になりますんでね、まだ試写しなきゃいけないことになっちゃいましたけど、とりあえずね、1本目上がってきたんでね、次はニコン F2 フォトミックで、撮った写真を紹介する動画になっていくと思います。はい、今日の動画はね、ここまで。また次の動画までしばらくお待ちくださいませ。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、高評価の方ね、またお願いしますね。高評価たくさんつくと、動画がシェアされやすくなるようなので、高評価の方お願いします。はい、それではまた、次までごきげんよう。さよなら。